かつて我々の太陽系には9つの惑星が存在するとされていた。月の人面岩、やっぱりこの程度の望遠鏡じゃ見えないのかな。うん。あ、ギロー！みんな待ってよー！嘘！こんな時間にどこ行くの？ミユキ殿、謎の巨大生物が現れたんでありますよ。え？巨大生物？やけに騒がしいモンスターです。やはり適正宇宙人が送り込んだ先兵なのか。とにかく今は町を守らねば。我々がペコボンを守るというのも皮肉な話だ。ゾウドラ、待ってよ、まだ本当に敵かどうかわからないのに。分かってからでは手遅れになるかもしれん。冬木、なぜここにいる？ここは戦場だ！巻き込まれるぞ！ごめん。でもどうしても見たくて。おいでませ。そこでおとなしくしてろ。うん。僕もやるです。今必殺の戦いだぞ。とどめだ。トロロ日報流星切り。なんで？もう終わりかよ。やったか。ともかく町に被害が少なくて何よりでござる。グソーさん、やりましたね。で、グソーさんは？ここでやりまーす。いでもう朝からうるさいわね。しょうがないよ、昨日は大変だったんだからね、グソー。空飛ぶ巨大生物と戦ったじゃないか。巨大生物？またまた冬木殿ったらボケちゃって。朝起きたらなぜか体が痛むだけでありますよ。ゲロ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 。どうしたのギロロ？最近弾薬の減りが妙に早い気がしてな。今日から新しくこのクラスの仲間になる九条さんだ。はじめまして、九条メイです。引っ越してきたばかりなので、この町のことも学校のこともまだよくわかりません。早く皆さんと友達になっていろいろ教えてもらいたいと思っています。よろしくお願いします。あ、このマークは確か冥王星の惑星記号。皆さん、冥王星は太陽系の9番目の惑星なんですよ。その名前を消さないためにもどうかご協力をお願いします。
ゾウさん。はい。ありがとうございました。どうぞ。よろしければ読んでみてください。とっても面白いですよ。はあ。冥王星の名前を残すために署名をお願いします。冥王星か。そういえば最近太陽系の惑星から外されたんだっけ。冬木くん。あ、西澤さん。たまには歩いて帰るのもいいものですね。こうして冬木くんと出会えるんですから。そうだね。ほら、あそこに九条さんもいるよ。ご協力をお願いします。誰ですか、あの子。え？誰って、今日転校してきた。え？どこのクラスです？あ、あれ。冬木殿。え？どうかしたでありますか？ちょっと気になることがあって。そんな時は、パーッと遊ぶのが一番であります。例えば、ガンダムしりとり。コラジおじさま、大変です。おう、モア殿も一緒にやるでありますか。それどころじゃありません。三丁目に謎の巨大生物が。なんですか。巨大生物。やけに騒がしいモンスターです。やはり適正宇宙人が送り込んだ先兵なのか。とにかく今は町を守らねば。我々がペコボンを守るというのも皮肉な話だ。ゾウ殿。あれ、昨日と同じモンスターだ。何？お、フユキ、なぜここにいる。ここは戦場だ。巻き込まれるぞ。おいでませ。そこでおとなしくしてろ。今必殺の戦いだぞ。いっけろ。とどめだ。ドロロ忍法流星切り。なんで、もう終わりかよ。やったか。ともかく、町に被害が少なくて何よりでござる。グンソーさん、やりましたね。で、グンソーさんは？ここでやりまーす。同じだ。昨日と。いやー、朝起きたらなぜか体が痛むんでありますよ。ケロケロケロ。最近、弾薬の減りが妙に早い気がする。ギロロも昨日の夜のことを覚えてないの？昨日の夜がどうかしたのか。うん、なんでもないんだ。いた。よし。いっぱい証明してもらったよ。でも、もっともっと私たちのことをペコボンの人たちに知らせなくっちゃ。ペコボンって。今夜も頑張ろうね。九条さん。カロン、ダメ。あれは、軍曹たちが戦ってたモンスター。九条さん、それ、何なの？私の大切なお友達です。名前はカロン。
日向くん、私のこと覚えてくれてるんですか？うん。嬉しい。私たちのこと誰も覚えていてくれなくて。誰も覚えていて。離れろ、クイキ。ギロロ。様子がおかしかったからな。気になって追いかけてきたんだ。あなたはいつもカロンの邪魔をするケロンジンさん。何の話だ。やっぱり覚えてないんですね。ともかく、貴様の素性と目的を明らかにしてもらおう。遠投次第によっては貴様を。なんで俺はここに？はて、俺は何しに来たんだっけ？どうしよう。またレテエネルギーが高まってる。レテエネルギー？このままじゃ私たち。あ、ちょっと待ってよ。九条さん、一体どうなってるの？九条メイはペコポンでの仮の名前。本当は私、太陽系第9番惑星、冥王星から来たんです。ペコポンの人たちに、冥王星のことを忘れないでいてもらうために。はぁ？ご存知の通り、このペコポンでは、冥王星は太陽系の第9番惑星ではなく、海王星の外側を回る、小惑星という扱いをされることになりました。冥王星という言葉は愛称として残るものの、正式には番号で呼ばれるようになり、教科書や学術書はもちろん、やがては SF 小説や映画からも冥王星の名前は失われてしまうでしょう。それでみんなに冥王星のことを忘れてほしくないから。はい、署名をお願いしたり、カロンを使って騒ぎを起こしたりしてみたんです。苦労してるんでありますな。で、軍曹たちもカロンを相手に戦ってたんだけど。ゲロ？いやー、さっき話を聞いたばかりなのに、もう忘れてたであります。え？やっぱり。でも名前が忘れられても、星そのものがなくなるわけじゃないんだし。それでもダメなんです。あ？私たちは、ペコポンの人たちの、冥王星への思いが生み出した存在。いわば、幻みたいなものなんです。幻？私たちも、この世界から少しずつ消えていってしまうんです。そんな。よし。さあさあ皆さん、寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。素敵な冥王星一座のお披露目公演ですよ。一同注目？超人パワーの冥王星瓦割りです。冥王星の表面並みに冷え冷えしたマイナス243度のプルートカレーはいかすか？冥王星は静かでとってもいい場所でござる。冥王星の素敵な霊園に未来のお墓を作ろうでござる。皆さん、あれは冥王星からやってきた珍しい生き物、カロンです。あんな面白い生き物がいる冥王星をどうか忘れないでくださいね。意外に受けてる。我が輩たちは署名を集めるであります。うん、冥王星はいい星なんですよ。寒いし小さいしとっても暗いし。はいはい、分かってるって。私も署名するわ。俺も。私も。やったね、九条さん。はい。あれ、なんだっけこれ。私、何しようとしてたのかしら。何か忘れてる気がするけど。覚えてないわ。ごめん。何してたんだっけ。あの、皆さん、みんな忘れちゃったの？え？どうしましょう。一旦うちに戻ろう。軍曹、あとは任せたよ。了解。ところで我が輩たち、
何をしてたんでありましょうか。僕もわからないです。何ですかこのヘンテコなペコポン人スーツは。キーン、こんな冷たいカレー食えるかっていうの。ん、そんな。明日また頑張ろうよ。冬木さん。え？人が本当に死ぬってどういうことだと思いますか。それはやっぱり。私はね、その人のことを覚えている人がみんなこの世界からいなくなってしまう。それが本当の死だと思うんです。寂しいですけど、仕方ないのかな。ヒロ、みんな待ってよ。どうしたんでしょう。こんな時間に。まさか。やっぱり。冥王星を忘れないで。僕たちのことを覚えていて。カロンはそう叫んでいるんです。やめてよみんな。やらないんだぞ。何事でござろう。なんかごつくなったです。カロンの最後の武器です。最後って。ええ、前にもお話しした通り、私たちにはもう時間がないのです。これでは避けてくれと言ってるようなものだ。カロンだろ。何？なんなんだあの武器は。あれは 99.999% 以上の反射効率を持ったビーム反射板らしいぜ。ほらね。どこから飛んでくるのか見当もつかないでござる。これはドロロ、ケロングアタックソルジャーとアサシンソルジャーの全能力、今ここに解放する。どこに行くんだ。はて、拙者も何が何だか。なんで焦げてんだ。九条さん、カロンを止めて。九条さん。もう大丈夫です。大丈夫って。カロン、時間切れです。九条さん、ベテのエネルギーが限界値を超えてしまいました。待って、待ってよ。ベテはギリシャ神話の忘却の川、すべての死者はレテの川の水を飲み、前世での記憶をすべて失うのだと言います。私たちの冥王星もいずれはその名前さえ忘れられてしまうんでしょうね。そんなことないよ。九条さん、悲しまないで。冬木さん、笑ってお別れしましょう。
忘れないよ。いつまでも、ずっと。かつて、我々の太陽系には9つの惑星が存在するとされていた。そして、その9番目の惑星は、今も遠い遠い暗闇の中、ゆっくり太陽の周りを回っている。この日が永遠に。でございます。最近羊喫茶なる店が増えているそうで、同じ羊仲間が増え、また多くの方々に愛されているかと思うと、つい目頭が熱くなってしまうのでございます。そんなことより、ブラックデーって知ってた？ポール、羊の一文でやります。ギロロ、くれたのは誰でやりますの2本つことで突